さあ、参りました。第4層ですね。アローエリアです。あれ、もう受けてるんだよね。うん。オッケーオッケー。あ、やべえ、俺こっちのやつまだ回収してねえのか。忘れてた。まあいいや、後で行こう。まあ、回収物だけだからな。あ、そうだ。あれ、またいじってこっか。せっかくなんで。また回してこうかな、じゃあ。うん。システム、ブートアップ。アロー、ヤタガラスのデビル様に切り替えてこうぜ。よし行こう。備えて、ふっと安心です。間抜けな顔してるぜ。いじればいいか。お、先手は譲るわ。よし、あ、いいね。それがいいわ。それで決まりだぜ。サイゾン、あ、すげえ。本当はスタックプランについてた。ゲタ履かせてもらうよ。ゲタ、あ、ま、よーし、ゲッ。どう、クリティカルでスタックプライチ片付けてくれるか。欲しいな、早く。うん。好きでしょ。踊りなさい。うん。さあ、押し置きを始めましょう。はい、行くぞ。これ落ちるよね、多分。血に飢えた死ぬ子たち。うん。もっと楽しませてよ。お、上がった。うんうん、アプサラス、そっか、拾ったやつか。あれ今余裕あんだっけ。あ、ないのか。そうか、でも結構いろいろまだ解放まで行ってない仲間が、うん、スダマ、あ、でもスダマ上がりそう。ウィーブルもいい感じか。この辺解放できたら、うん、逃げ見たまくはどうなんだろう。何を覚えんだろうな。なんかに合体させたいな。お、こういう感じか。お、噂をすれば、いきなり。我が成果じゃ。あ、腹踊り、止まった。バスキじゃないですか。そうか、バスキ、あー、5万か。やっぱ階層変わったから。うん。バスキ。OK。さて、どうしますか。これでパンパンになっちゃったんですけど、そうですね。上がりそうな奴らがいるんで、うん。2、3体上がったら、じゃあ、合体行こっかな。てか、赤いのあるぞ。まためんどくさそうだな。いけいけ。あ、しまったか、これ。まあ、いいか。スタックの方がでかい。さあ、見るか。宴の時間だよ。たたたたたたた。食らいつくぜ。出ねえな。ですよね。いくらでも相手になるわ。上がった。これ上がりかな。さすが私。オッケー。お姉ちゃん、これでお姉ちゃんって言うから可愛いのよね。うん。お、万能バースト。バーストってあれじゃない、ブースターの上だよね。これで上がりかな。よし、火炎勢が多いからビーブルは使ってもいいかな。うん。衝撃一応パワーを用意したんですけど、どうしよっかね。一応サイゾーにすると持たせるっていうのもあるっちゃあるんだけど、一応マハザンもあるんで、おたけび、コーク、割とね、いいんですよね、スルトさん。うん、まあ普通に、まあパワーでいいか、普通にね。力になりましょう。いい声。あ、スタックボーナスですって、そう、これ気になるのよね。うん、使用したターンの、あ、そっか、自分以外の味方が弱点をついた時に。ってことは元からウィークで2個取れるやつは3になるってことかな。自分以外なんだね。じゃあ自分がスタック取れない時に、やる感じか。面白いっすね。これ味すっかな。ブフーラゲシでいいかな。どうしよっか。うん、ブフーラゲシでいいような気がする。うん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 。
この辺が曲がりました。てか分かれるんだ。あ、分かれてるわけじゃないのか。インキュバスはね、そうなんですよね。あ、インキュバスは、あれか。そうだよな。あれ用で作ったんだよな。じゃあ、どうすっかな。一回じゃあ戻りますか。うん。合体、まだ、開始したばっかりなんで、ちょっと戻っちゃいましょう。あ、スコア派できる。この悪魔が本当に必要か？強大。ですね。めっちゃ強いんですけどね。シルキー、スダマでオルトロスか。なるほど。あそこでも、まあ。ディオス、ちょっと、エロいか。この悪魔が本当にどのスキルを引き継ぐのか。あー、なるほど。衝撃はつかねえんだ。うん。さっき。じゃあ、作るか。うん。ブラスト、ブフダー。落下じゃ足るんだ。ミディラウマー、チャージ。落下じゃあ、あ、殺気があんのか。攻撃力と、タルカジャとスクカジャか。いいっすね。殺気つけるかじゃ。あ、でもあとまだ2個いけんのか。じゃあバフつけるから、デバフつける。あるいはチャージ。まあ、ブラストだけか、でも。タルンだ。ほんで衝撃無効かな。作りましょう、これで。心の準備はできたかな。エッチ。死ぬまで笑いを尽くします。目にもの見せようぞ。ほう、どのスキルを引き継ぐのだ。ここで作る？火炎系でもめっちゃいるんだよな。どのスキルを引き継ぐのだ。なんかちょっとあれだけど、とりあえずじゃあ使いづれえな。心の準備はできたかな。かわいい。エッチですよね、やっぱ。やるだけやるよ。地母神。リンゴッチ。さあ、選択の時間だ。ここでするとか。あ、ランダ様。ほう、これはなかなか。うおー、尖って、財って金盗むってこと。あ、いいっすね。中毒性全体、あー。天線球か。これ、メガテン5にもありましたね。それで、ランダマイザーと。当然、ライダーマイザー。ドミニオン強いんだ。アプサラスを使う。使いたいんだけど、ないかな。アプサラスもバイバイかな、とりあえず。ちょっとあれですね。インキュバス、ダキはまだか。アプサラスとインキュバスでダキなんだよね。持ってんよね。うん。スダマが、あ、スダマでももうあれか。へいへいへい。まあいいか。とりあえずじゃあこういう感じで行きましょう。アプサラちょっと、あ、オルトロスか。オルトロス見るか。好みを述べ、さあ選択の時間だ。先見たま、あ、そっか、見たまはそうだよね、こっちだもん。ほう、これはなかなか。見たまがってありそうだな。ほう、これはなかなか。火炎が多くてな。あ、でも火炎あれか。
ここにビーブルか。あれば。須田はになるのか。須田はか。須田はセタンタ。ああ、別にいいか、とりあえず。また来るがよい。イスケネミ系か。まあいいや、とりあえず食うか。出現率上げ。3ターンの間、リスクエネミが受けるダメージを減少。ああ。いやあ。あんまり好きじゃないんだよな。しょうがねえな。一応食っとくか。むむむむむ。栄養補給。そうだな。そうね。確かに。行きましょうか。割と満足かな。行かない。あれ？ってか再造？再造だな。え、ここアローエリアだよな。マジか。まあ、一回。なんだ8万そんなくれんのか。どこどこどこ。もらいましょう。うっす、ばあさん。チャクラドロップ。長生きしとく。ああ、切ねえんだけど。サイゾ、調子どうだ。現場の判断。穂積さん、ご苦労さん。穂積さん、これは一体、リンゴの知らないところで一体何が。才蔵ってことはだって出会ってからだもんね。やっ、こっちだ。危なかった。ほい。ああ、あ、これあれだ、アトラス特有のめんどいやつ。やっと安心です。へい、ザッス。あー、わかった。そういうことね。わかりました。さあ、宴の時間だよ。どうして邪魔をするんだ。あ、わかった。どうしよう。ブフーラ、ホルガより。お、ブースターさん、いいね。さて、ユニコーンが上がったんで、アジスかな。電撃なんかいたよな。スザク、ワンチャンスザクか。あれ、電撃いなかったっけ。あれ、もしかしていない、電撃。え、もしかしていない。基本電撃をつけときたいんだけど。ああ、キュベレどうしよっか。全然つけて OK なんだけど、まあ、とりあえずじゃあスザクにしとこう。サキュバス、まあ、まだ先やな。あ、ビーブルつけてんのか、ずっと。じゃあスルトか。スルト言っとく。ずっとビーブルだった。じゃあ行こう。それはいかんな。もらいましょう。いかんくもないけど。はい。
うっす。インスタブール。あ、アンロックチップ、助かるラブレター。さよなら。ここで手に入るようになるのか。はい。へい。ザッス。迎え入れられた。度肝を抜いちゃえ。派手に行こうぜ。でけえ的だな。だ。よーし。行け行け行け。まずはどうする？良くない。良くないね。なんでもいいけど。踊りなさい。でもいいか。落ちた落ちた。そうだ。いいのあるじゃん。いける。静寂をくれてやる。いったね。さあ、宴の時間だよ。出なくなったね、随分。強くなりすぎちまったか。クソ増えた。あ、覇者の講談。いるー。これいるー。中属性単体大ダメージ、あーでもなー、あーコッパか、これそうなんだよな、これ超いいんだよね。じゃあ銃撃に、あー大ダメか、コッパいいし、これもいいんだよ。クソどうしようこれ。じゃあ銃撃にすっか。ちょっと悩んだな今は。悩んじまったな。ガーついた。すげえ大変だった。こことりあえずアローさんは開けられるんで開けちゃいますか。ミレリーがダメなんだよね。あーそう、サイズオムか。うわー、1と2足んねえのか。振り分けらんないかな。はい、じゃあ開けますか。とどめスタック、敵を倒したとき、あー何でもいいんだ、倒したらいけるんだ。リベラーマ、あー出やすくなるやつか。ボーナスが入る。まあこれだよね。鉄壁って何？あ、鉄壁はあれか。クリティカルスタック欲しいな。じゃあ超強いことない。不思議な気持ち。あのね、死後の世界、いい笑顔、これ好きなんだよね、アローのこの顔。リンゴ、そういえば、間違えた。結局、一枠はキッパか。なんか拾いてぇなぁ。えい。おや。お金。出ろ。ザス。と言っても仲間がいないんで。じゃあ一回戻りますか。来ます。さあ、洗濯の時間だ。アプサラス。ダメだな、やっぱ。というわけで、レベルが1個上がったんですけど、モンストマン使っていいかな、さすがに。あー、2個上か。今、47だよね。あー、グルル。ほー、これはなかなか。やべえ、グルル作りて。
よさげ。いいな、グルル。ビーブルは？作れないな。須田も。オロチとかも強いんだ。ああ、須田とダキで。須田とダキでグルルいけんだ。トキに別に、まだ上がってねえんだよな。俺そこを結構。ユニコーンが上がったんだよね。ユニコーン。あ、オルトロス。いやー、キュベレ使うのか。すると。まだ上がってないやつをね、あんまり使いに行きたくないんですよ。検索。好みを述べるが、さあ、選択の時間だ。オルトロス。ナタ大使。上がってるやつを使って、オルトロスは火炎なんで、ビーブル使ってできればいいんだけど、できねえかな。ああ、ダメそうだ。ザオ本源作っか、とりあえず。未知の悪魔が生まれそうだ。アスラオ。ほう、これはなかなか。キターニア、ドミニオンで叫ばすか。いい組み合わせっすね。ザオ作る？ほう、これはなかなか。ケツと、まあ、50万か。作るの遅かったら、まあ、でもあれだからな。ほう、これはなかなか。かっこいい。作っか。作ろう、作ろう。どのスキルを引き継ぐのだ。カラタケ、魔力無効か。これは？あー、とどめ刺した時のやつか。いいかな、とりあえず。これは全体の攻撃と防御。防くらい。これいいね。怨念の炎。全体、高確率でイフか。いいんだけど、どうしようかな。まあいいか。もうくらい。テトラカーン欲しい。こうなってくるとあれか。電撃ガードキル、たまには持たせるか。ガキルで魔力。じゃあこれで。さあ、偉大なる生命の誕生だ。はい、かっこいいぜ、ザオ権限。豪気感ある。よろしく頼むぞ。あ、こういうボイスなんだ。からのショック。さあ、選択の時間だ。ロッキー。ほう、これはなかなか。なんか、だいたい全部使えるロッキーさんじゃない。あ、マカジャマン欲しい。超強い。とりあえず、あれかな。あ、じゃあ、にぎみ玉をザオにくっつけますか。ほう、これはなかなか。どのスキルを引き継ぐのだ。スキルはまあ、一緒でいいんだけど。あ、封印、封印にかからなくなるか。いや、でも魔力無効でいいよな、それだったら。魔力は効かなくて、あ、でもあれか、打撃で封印になるパターンもあるってことか。封印は絶対にかからないってことか。まあ別にいいんじゃね。うん。それじゃあ、ステータスちょっと上げましょう。心の準備はできたかな。よし。あ、御霊たちの章。行くぞ。二回自己紹介を聞く。で、どうすっかな。まあ、とりあえず、今回は縁がなかったということで、アプサラスを、
そう、ダーキにいるのよね。ダキが上がった後に合体して、そんでもう一回ダキ作り、それってでもあんま意味ないかな、よく考えたら。ここでなんかできればいいんだけど、するとか。そう、まだ上がってないかな。座王を使うわけにもいかんし、とりあえず、分かった。とりあえずじゃあアプセラスはお別れか、2枠とりあえず作っておきますか。ちょっとあれですけれども、あ、攻撃6、これはみんな増えてる、もし、あ、補正、純正、純正ですね。衝撃ミレディが、そうか、あ、百戦の、あ、10万か。エネミーシンボルダウンの時発生が大きく、これは欲しいっすね。再造、あ、アンロック、いや、いけんだったら行っちゃおっか。いけんなら行っちゃおう。これでいいんだな、毎度。はい、 D ですが、あ、でもヌエか、まだ出てきてねえんだ。再造でミセス行っちゃいますか。じゃあこれでいいんだな、毎度。補正マーク改造を施すとマスター効果っていうの、マスター効果は一つのコンプにつく一つまでしか、あ、はい、あ、解除される費用と素材、うわー、マジか、知らねえ、だりーな、そりゃ選ばないといけないんだ。じゃあ改造とかまだマスターはないのか。適正地霊の何、ノリ、ノリじゃなくてコケ この辺欲しいんですけどね。キジャの包丁、あ、もう一個でできんじゃん。ダキ、どういうやつだっけ。味方全体の防御上昇、状態異常を防ぐ。これが行動開始時低確率で状態異常を治療する。これは良いね、だいぶ良いですね。これは攻撃アップします。とりあえず騎乗の包丁、これやると、いや、これいけんのか。これか。ミレディの衝撃っては、まあ別にいいかな。一回置いとこう。とりあえずじゃあこれ、攻撃上げよう。これでいいんだな、毎度。で、攻撃を上げよう。これでいいんだ、毎度。まず攻撃を。攻撃からの話で、ああ、補正 A 適正つけるか、C つけるか。文字の A、あるいは、サイズオの、サイズオじゃねえ。サイズオはないんだよな。ミレディの衝撃 C か。って話になってくんですけど。下の方上げるか。スダマ。まあ、すぐたまんでしょ。これでいいんだ、毎度。なるほど、マスタースキルっていうのがあるんですね。これちょっと覚えておきましょう。では他に何かあるか。ん、役に立つぜ。あ、これね、覚えとけ。 OK っす。壊すなよ。